松田和俊の島唄レディオ。はい、水曜中華なびらカズこと松田和俊です。はい、タイサリーです。はい、さい、まあ沖縄は梅雨入っておりますけども、はい、かなり快晴ですけど、今日そうですね、もう夏ですよね、ね、なんか今年から梅雨っぽいんだよね。あ、なんか最初梅雨入った初日ぐらいはすごい雨降って、あ、やっぱり梅雨だなと思ったんですけど、うんうんうん、そっからなんか降らなくなりましたね。降らなくなったよねダムの今、あれどうなってんのかな。ね、どうなってんですかね。梅雨入る前になんか半分は切ってるっていう話を聞いてたので、はい、これちょっと梅雨でちゃんとね、あの水を増やさないとこれ断水になるんじゃないかと心配しておりましたけども、うんうんうん、まさかの空梅雨っぽい。そうですね、今年の梅雨ですけどもね、梅雨の時にね、たくさん降って溜めておいてくれた方がね、うん、一応助かりますけれどもね。そうね、うん、まあ、あの断水になる前に、まあ、台風も来るでしょうから、はいはい、うん、ちょっとね、なんか最近の台風ってあの遅くなってますよね。遅くなってるんですよ。11月とかに来たりしますよね。なん、でかわかりますか、これは。いや、地球温暖化ですか。そうですね、やっぱり気象、うん、予想予報士の僕としては、あ、気象予報士でもあるんですかそうなんですけどね、すごい、やっぱりあの温暖化、うん、やっぱり海面が熱いと、はいはい、台風ってできるわけですよ、うん、ね。で、あの日本にこの上陸すると海面がないじゃないですか、はいはい、陸続きなので、そうですね、なのでだんだん勢力落ちていくんですけども、うん、もう今暑いもんだから、はい、沖縄過ぎても海面がもうすごく暑いもんだから、あ、温暖化で、うん、もうあの50年前からのこの海温とか気温とかの比較もなんかデータであるんですよ、はいはい、そしたらもうビビるぐらい暑くなってるらしいですよ。そうなんですね、だからあのこのアメリカとかに今ハリケーンとか行くじゃないですか、もともとでっかいハリケーンが行くけど、うん、さらにパワーアップしてるらしいからね、うん、怖いですね、やっぱ地球温暖化、うん、ちょっと大変な状況ですけども、もう考えないといけないです ね、地球温暖化ね、はい、うん、ということで皆さんいろいろね、我々はあのこうやってね、あの勉強になるラジオ番組をしておりますので。そうなんですよ、教育番組ですので ね、ですのでねぜひぜひこの後3時まで生放送です、はい、お付き合いください。はい、この番組は沖縄音楽のことならキャンパスレコードの提供でお送りします。
カーズの島歌ラジオ。さあカーズの島歌ラジオ FM 小座のスタジオから松田和俊とサリーでお届けしてますよ。さあ、まあ、今いろんなね民謡とか古典とかやられてる方、そろそろコンクールの、そうですね、うん、もう季節ということで、うん、みんなコンクール稽古とかでね、はい、忙しいと思うんですけども、昨日僕もコンクール稽古をするということで、はいはい、ジャーガル公民館に行きまして、で、まあ、公民館だからステージあるじゃないですか、はい、まあ、そこで稽古をしようということになりましてね、うん、でみんな着物今回ちゃんと着て、うん、やらしたんですけども、はい、やっぱり僕ら師匠が並ぶじゃないですか、はい、で受けない弟子がこのテーブルの席に座って見てるんですけど、うん、やっぱそれでも緊張しまくって、あ、緊張しますよね、ステージに立つのは。そう、今回男の子一人と、うん、男の子って言い方おかしいけど、うん、男一人女一人で出るんですけど、うん、もう平川くん、うん、手が震えてるわけ、こいつ緊張して、ええ、うんうんうん、おいとなんだ罪はとなんだ罪はな、もういつもはさ大丈夫、自分はもうナイルうっさーと思って歌ってるんで、はい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 、緊張しません、じらするわけちょっとカッコつけてるからカッコつけるわけあとそこが鼻につくんだよねあいつねでカッコつけてる割には、うんうん、父ちゃんやってみってなったら、うん、手ガタガタ震えてお前緊張してるだろうとか言いながら、うんうんうん、まあ緊張するとやっぱりいつもの実力のね成果も出しきれないじゃないですか。 そうですね、それが一番の戦いだと思うんですね、うん、コンクールって、うんうん、で僕もやっぱり新人受けてきて最高取って教師まで取ってるので、はい、その緊張具合は分かるんですよ、はい、だからこそこの正直お前なんかは上手くないから、うん、下手くそだから、はい、でも師匠が新人賞受けなさいっていうことは、うん、受かる見込みがあるから出してるわけで、あ、はいはい、自分の持ってるこの技術以上のことをうまく歌おう、歌おうするから余計に緊張するんだと、うん、でかえってその緊張がいつもの成果を出しきれない、余計下手になるから、うん、もうナイルさこんだけしかできないって気持ちで、うん、開き直って歌わんと絶対ダメだよ、はいはい、っていうことを昨日、うん、あ、でもその言葉ありがたいですね、ちょっとね、そうそうそう、うん、だから開き直るしかないわけですよ、うん、もうこんだけしかできないんだのに、はい、その気持ちで歌いなさいって言ったら2回目から少し緊張が、はい、落ち着いたみたいでね、うん、ちゃんと歌ってましたけど、うん、これぐらいだったら全然大丈夫だよっていいですね、うん、っていうことをやったんですけど、女の子は、うん、もう緊張しすぎて、うん、もう何歌ってるのっていう歌を歌ってるわけ、あーぐらいもう音程も違うし、うん、マジかって言ってね、やっぱ人によってこう緊張に弱いとか強いとかあるんですかね。あ、でもいや、でも僕らでもやっぱりね、何千名隊員とかで歌った時にやっぱり足とか震えてますから、うん、そりゃ、はい、やっぱ緊張しないって人はいないとは思うけど、そういう時のなんかこうカズさんの対処法とかあるんですか、こう緊張し、ね、もうこんだけしかできない、ナイル薄さ、うんうん、こんだけしかできないって心にとりあえず、うん、思うんですよ、うん、でそこで緊張しないようにステージに立つんだけど、はい、もうバクバクは止まらんよね。確かに、このなんか心臓のバクバク感を自分で感じてしまうと余計になんか緊張しますよね。そうそうそう、もうあれはもちろんもう毎回ステージに立つたびにその緊張感ってあるんだけど、うん、でもコンサートとは違うさね。そうですね、試験というのはなんか誰かに審査されてるわけだから余計になんか変な緊張感があるさね、はい、まあこのステージの緊張と少し違うんだけど、うん、いやでも頑張ってほしいなと。そうですね、思いますけどね、うん、サリーの方はコンクール稽古は、コンクール稽古はまだやってないんですけど、私は8月なので、うん、多分もう少し近づいてくるとコンクール稽古も入ってくると思うんですが、今は普通に週1のお稽古で、うん、また他の同じなんていうのかな、同じ兄弟弟子なんかと、うん、そうそう、兄弟弟子の方たちと今はみんなでやってるんですけど、うん、8月もあっという間だからね、はい、うん、そうですね、鼻水出そうだね。いやいや、でも頑張って頑張らないといけないですね、うん、精進してくださいね、はい、僕はもうその緊張二度と受けたくないので、うん、師範免許はもう一生取らない教師でいい。そうなんですか、師範はいい。もったいなくないですか。いやだって教会が、うん、いいからお前は師範でいいからって言うぐらいまで、うんうん、この拒み続けようと思って試験を受けないといけないっていうのを拒むだけで、うん、あとあとはもう受けなくてもお前師範だからって認められるような、うん、ような私になろうと思って。あるのそれ。、うん、それぐらいのも勢いで ね、うん、僕は僕なりに精進していこうかなと、うん、まあ、緊張感、独特な緊張感は嫌ですよね。嫌だね、本当にね。待ってる時間も怖いですもんね。そう、うん、自分の前の人がとちったりすると余計緊張するんですよ、うん、止まったりとか、うん、間違えた感じのあれを聞いてるじゃないですか、はい、あれも地獄ですよね。怖いですね。もう
本当に聞こえない状態にしてほしいよね。確かに。で5名ずつとか、はい、あの袖に行ってくださいとかなんか言われるじゃないですか。はい、あれはもうどうにかしてほしい。座って待ってる時みんな無言でね、そうそうそう、ピリッピリした感じでね、怖いですねあれね、まあまあでも、はい、確かにたくさんの方々が今年もコンクール受けるでしょうからね、うん、はい、でもまあ皆さん自信を持ってね、うん、緊張せずに今まで あの練習の成果をね、うん、発揮していただけたらなと思いますね。はい、頑張ってくださいね、うん、はい、それでは1曲、私松田和俊の歌でいきましょう、うん、花くどち、どうぞ。
カーズの島唄レディオ。さあカーズの島唄ラジオ FM 小田のスタジオから松田和俊とサリーでお送りしてますよ。さあ、この番組は皆様からのメッセージも募集しておりますので、はい、メールなんかもね、送っていただけたら幸いかなと思っておりますよ、はい、よろしくお願いします。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。はい、そしてファックスもあります。ファックスは 098-934-8653 098-934-8653 です。また FM 小座ではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。こちら FM 小座のホームページから見ることができますので、そちらからも皆さん参加してみてください。はい、よろしくお願いします。はいはい、まあいろんな CD がありますけども、うん、最近聞いてなんかあいいなと思った CD なんかありますか、サリーは。あ、いいなと思った CD ですか、うん、この CD 最高だなっていうなんかありますか。 CD か CD か CD でですか。逆にカセットってことですか。何ですか。まあライブでもいいんですけど、うん、はいはいはい、最近まあジャンルは違うんですけど民謡ではなくて、うん、ビッグバンっていう、このなんていうのかな、グループがいるじゃないですか、はいはいはい、ビッグバンって結構もう何年も前からすごい人気が出てね、今なんかツアーライブとかも日本でも大人気なんですけど、うん、まあビッグバンは知ってはいたけど、曲も有名な曲は知ってるけど、まあなんとか特にそこまで自分で CD 買って聞くまでもしてなかったので、はいはいはい、まあ聞いたことあるぐらいだったんですよ、うんうんうん、で最近たまたまこうビッグバンのツアーライブの DVD を見る機会があって、うん、でそしてその DVD を見てたら今更ながらちょっとあビッグバンかっこいいみたいな、うん、今更ながらハマってしまって。あ、なるほどね。だけど本当に 2,3 日前ぐらいにあビッグバンってかっこいいと思って、うん、なんかちょっとライブ見てみたいなと思って、うん、思ってたんですけど、はいはいはい、そしたらなんかこのネットニュースかなんかでちょっとこのビッグバンのメンバーのちょっと不祥事のニュースが上がってきてて、そうなんだ。はい、みたいなタイムリーと思って、うん、だからもう今後はどうなるのかと感じなんですけどね。あ、うん、そうなんだね、はい、まあ僕はもう民謡が大好きなので、うんうんうん、もう、ま、車でなかなか聞いたりしなかったんですけども、うん、ジム通うようになって、うん、それから暇じゃないですか、このなん歩くのなんて言うんですかね、ウォーキングマシン、はいはいはい、とかずっとひたすら歩いてるのも、うん、そうですね、あれなんで、うん、もうCD をそのまま携帯に入れて、うん、イヤホンで聞いてたんですよ、うん、そしたらもうやっぱり僕尊敬してる先輩、私だと千奈貞夫先生が出てくるわけね、はいはい、うん、で貞夫先生の CD を入れてたらスピーカーで聞く節回しと、うん、イヤホンで聞く節回しってまた変わって聞こえるんだね。あ、イヤホンだと全てが聞こえるので、はいはいはい、細かい節回しなんかも聞こえるんですよ。え、こんな人歌ってるんだみたいな、あ、すごい、うん、すごくなんかウォーキングマシンに乗りながら勉強になってたわけ、うん、それからもうガンガン車とかでも貞夫先生の CD をずっとなんかして、うん、勉強してるんですけども、うん、いや、やっぱり尊敬するね、うん、やっぱり節回しが細かいしなんか今窓を見ると平川君登場しておりますけどなんかタバコ吸いながら登場してますけれども、うん、たまにこいつこうやって格好つけるところが鼻につくんだよね鼻につくんだよね、平川君も参上しておりますけども、はい、まあでもそうやってなんか細かい節回しもなんか、うん、勉強になるし、改めて聞いたらっていう感じで、そうね、感じですね、イヤホンで聞くと、うんうん、あれおすすめだね、イヤホンで聞くの。あ、今度聞いてみよう、うん、イヤホン。だからサリーが好きな人の歌をイヤホンでちゃんとゆっくり聞くみたいな、うん、はいはいはい、そうするとなんかあ勉強になるんですね、こういう星回しあるんだ、うん、あーすごいな、こんな細かいところもこうやってるんだみたいな、うんうん、三子の擦れ具合の音なんかも聞こえるから、あ、はい、すごく僕は勉強だったんだけどね。あ、いいですね、うん、やってみます。今度練習するとき勉強します、はい、改めてなんか聞いてみるとやっぱり佐藤先生素晴らしいなと思いましたけどもね、うん、また皆さんのなんかおすすめの歌さなんかもいればね、はい、教えていただけたらなと思いますよ。はい、よろしくお願いします、はい、じゃあ一曲、こちらは松田末吉さんですね、すみなし節どうぞ。
さあカズの島唄ラジオ FM 小田のスタジオから松田和俊とサリでお届けしてますよ。さあさあツイキャスも来ておりますか。はいはい来てます、うん、こちらアルファウィングさんどうもハイサイハイサイハイサイ、そして銀のトロンボーンさんからも来てますね、うん、そして龍神雅也さん、松田さんサリこんにちは、
昨日サリーはありがとうございました、うん、そう朝ねまさやさん来てくれてましたね、すごく楽しかったです。今那覇空港で帰りたくないモードに入ってます。あ、もう今日帰るってことか。そうなんですね、はい、まあ、でも満喫したんでしょ。満喫したみたいですよ、うん、話によると、朝まで一睡もせずに、うん、5時ぐらいまでこの沖縄市方面で飲んでて、はいはいはい、そのままあの、うん、FM 講座に遊びに来てくれてましたからね。すごいパワーだねそっから今日の夜も飲むからあのお酒を飛ばさないといけないって言ってそのままあのランニングしに行きましたからなかなか体力のある方だね。そうなんですよね、うん、マサヤさんお疲れ様でした。気をつけて帰ってくださいね、はい、うん、はい、ありがとうございます。でルドルフさんも来てますね。ルドルフさん来てます。はい、さい、こんにちは。カズさん、サリちゃん、ゲスト間に合いますか、はい、ということで。あ、ゲストさん、ゲストさん、あ、今日ゲストさんとんなかな。なんかもう あの方ね、もう沖縄にいないみたいね。そうね、あのもう抹消してもいいかもね。抹消してもそうだね、うん、キャラがふわふわしすぎてねそうだね、あの時はサリー、あの心が折れちゃったもんだからずったずたにね、折れましたよはい、うん、まあまあまあ、いずれ何かね、うん、キャラが定まったら、そうですね、何かコーナーを作っていきたいですけども、面白いことやりたいですけどね、うん、なんかあの沖縄あるあるってあるじゃないですか、いろいろ。はいはいはい。内地からすると、うん、みたいな、うん、例えばあの、まあ、お風呂入ってくるねって言うと沖縄シャワーだけとかさ、はい、あ、はいはいはい、湯船に浸からないとか、なんかやっぱり本土の人が聞いたらビビるみたいね。みたいですね。しかもお友達のお家とかにも、うん、今から来るさねとか言ったりするじゃないですか、はいはいはい、それもね、そうそう、おかしい、誰が来るのって話だよねだから今から行くよねなんだよね、うんうん、本当はね、日本語としては、うん、はい、うん、沖縄はだから来るよねって、え、誰が、はい、誰が来るのみたいな、うん、私が行かないといけないのかなみたいな、なんかそういうニュアンスで取られるみたい、ね、このなんていうの、相打ちでだからよねとかだからねとか、はいはい、それもなんかおかしいみたいですよね。そうなんだ。のこうだからっていうのはこう接続詞、うん、何々だから何々のだからじゃないですか、はいはい、だけど沖縄の人はこうなんていうの、この相槌を打つ時にだからよねっていうじゃないですか、あのアイスクリーム美味しいよな、だからよ、 だからよ、うん、それも違うらしい。あ、そうなんだね、うん、面白いね、ね普通に使ってますけどね沖縄はね、うんうん、あの例えばゴキブリとか顔面に飛んでくるじゃないですか、うん、飛んできたことないけど、ゴキブリってあれ飛んだら、うん、あれじゃないですか、あの人間目がけて飛んでくるじゃないですか。あ、でもそんな、そうなんですか。そうですよ、だから逃げ惑うんですよ、うん、みんな沖縄の顔面向か、うん、顔面向かって飛んでくるゴキブリは、うん、まあこの新聞紙とかでね、うん、打ち殺す、打ち殺したりするじゃないですか、打ち殺すってやっつけるじゃないですか、はい、でもヤモリってやっつけないよね。やっつけないです。ヤモリは可愛く見えますけど、可愛くはないよあれ。嘘、よく見ると目がなんかつぶらで可愛いですよ。あれなんか鳴き声なんだ、どんなだったじゃなかった、ね、あれでも神様の使いとか言われるよね。なんかね、こう家を守るとか言われてますよね、うん、そうそう、沖縄ではね。だからあれはね、やるは殺すだってね、殺さないけどね、うん、なんか蜘蛛とかも神様で、蜘蛛も殺さないでみたいな言うね、蜘蛛もね、うん、どっからこれ来てるのかね、ね、なんですかね、神様の。いずれゴキブリも神様になるんじゃないですか、あと 何十年後ぐらいでもあれでしょ、あのゴキブリがこの、うん、全世界の生き物で最長齢の生き物なんでしょ、うん、あって聞きますよね。なんか恐竜時代からいるみたいなの ね聞きます。絶滅しなかったのゴキブリだけっていうさ、怖いです、すごいですね。うん、沖縄のゴキブリはもう大きいしね、はい、あの漫画にテラフォーマーっていう、うん、あの漫画があって、わかります、うんうん、テラフォーマー、わかんない。それはなんかゴキブリと人間がこう戦うみたいな、ゴキブリが進化を遂げて、うん、もう超強くなるんですよ。もうなんていうのかな、人間よりでっかいゴキブリがだけどちゃんと二足歩行みたいなしてるんだけど、うん、そのなんか漫画が一時期流行ってて、コミックが、うん、なんか弟も読んでましたけど、私は読んだことないからわかんないんだけど、うん、だから何十年後かにはゴキブリに支配される世界みたいな、あなんかすごく興味にそそられないんだけど、ね、それ感じてたよ目がキョロキョロして泳いでたでしょ、うん、あマジ、うんうんうんみたいな、この話で終わらないかなというね、キョロキョロしていたけど、キョロキョロしちゃってましたけどもね
ルドルフさんが、はい、昔京都の大学時代、うん、天井からムカデが落ちてくる物質がありました。ね、うん、ムカデは怖い、キモいね、うん、俺あの黒の毛虫が出た瞬間叫ぶんだよね、うわーっつって。あ、毛虫、最近はなかなか毛虫は見ないですね。あの家でネギ栽培してた時、これなんていうの、自給自足をしようと思ってネギ、うんうん、植えてたんですよ、うん、したらもうそこに虫がガンガン来るわけよね。特に梅雨時期とかこの時期は、はいはいはい、確かに。もうそれが嫌でもう栽培やめたけど、うんうん、あ、野菜とか難しそうですね。花とかは別に食べないからこうね、薬とかガンガン負けるけど、あ、そっか、うん、薬負けないから虫来るのかだと思います。うん、難しそうですね。栽培何かやってみたいね、はあ、でも畑とかね、なんか楽しそうな感じはありますけどね、うんうん、そうね、うん、やりたいね。もう絶対思ってないです思ってますか思ってるよこのなんでかな、あの、ま、昨日もちょっと深酒しまして、はい、回転がちょっと遅いかもしれない、はいはい、なのであのサリーのこの喋りを、うん、なんか目をキョロキョロしてずっと聞いてるかもしれないね今日ねもうね、早くもうどうでもいいか、どうでもいいか、早くはなんかなみたいなちょっとやめてもらえますかいやいや、まあ、冗談ですよ、ちゃんと聞いてますよお願いします、はい、じゃあね、ここで一曲いきたいんですけども、はい、マサリのティンサグの花でもいきましょうか。はい、まあね、ティンサグの花、うん、まあ、チミサチにスミティですよ。チミサチに、親のユシグトはチムにスミリですよ。もう沖縄を代表する教訓歌でね。そうですね、もう僕は毎日朝起きたらこの歌を歌ってから、うん、まあ、仕事に行くから。あ、そうなんですか。そうなんですよ。やっぱり染まってるんですか、親の教え。やっぱり親の教えは心に染めてね、うん、しっかりその、うん、あのちゃんとした真っ当な人生を歩むと思ってるか、うん、歩むと思ってるもんだから、うん、やっぱりそういうのはやっぱり朝と唱えてからの出発だからあ、ちゃんととうとう仏壇に唱えて、そうそうそう、それで行ってきますねっっ。そうなんですね。それぐらいあの人間それやらないとね、うん、やっぱり常識人としてはおかしいと思いますので、ね、あ、そうですね、はい、では、はい、ティンサグの花聞いてください
カズの島歌レディオ。さあカズの島歌ラジオ FM 小田のスタジオからお届けしておりますよ。はいはい。さあ今日ギャラリーが多くてですね、うん、まあ明日コンクールということで。そうですね、来てらっしゃいますね。来てらっしゃって、まあ、お土産までいただきましてね、はい、ありがたいですけども、ゴロンチョさん、そうそうそう、はい、カズさんのね、あのファンの方なんですけれども、なんかすごいいいやつをいただきました、うんうん、銀座のジンジャーっていう。ジンジャー、うん、生姜、生姜、喉にいいじゃないですか、生姜とかは。あ、うん、銀座、しかも銀座ですよ。まあね、銀座ね、これを多分、うん、あのお湯で割ったりとか、うんうん、見てみるとなんかあのソーダとかに割ってジンジャーエール作ったりとか、うんうん、 なるほどね、あと梅酒とかアルコールで割ってもいけるみたいですよ。へー、うん、ちょっと楽しみですね。これね、いいものをいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、明日コンクールということでね、はい、もう頑張ってほしいですけども。そうですね、明日またね、明日コンクールが終わったらどっかで打ち上げしに行ってもいいですしね。あ、そう、いいじゃないでしょうか、うん、ね、いつまでいらっしゃるんだろう。ね、打ち上げしに、ね、いいかもいいかも。そうね、で、あの平川くんもなんかサリーに誕生日プレゼントを届けに来ておりますよ。まあ、あいつのことだからどうせくだらんと思うけどね。あ、本当ですか、ええ、くだりますか、くだらないですか。くだらないのはいらないですよ。3万円ありがとう。まあ、僕もあの遅らせながらやっと今日渡せてあるんですけどもね、うん、本当ですよ、ありがとうございます。いやいや、もう毎週忘れちゃってね。あの素敵な香水をいただいて、いい匂い、本当に爽やかな感じ。僕がいつも使ってる香水で、うんうんうん、たまにね、カズさんいい匂いすると思うんですけど、これ同じ匂いですね、うん、ありがとうございます。いやいやいや、もうこれ、はい、ガンガンつけてね、ガンガン使わさせていただきます。鼻にツーンってくるぐらいつけてもらって、怒られる。はい、はい、ということでね、まあ、それおめでとうということで、ありがとうございます、うん、あのお二人、私誕生日5月です。あのもう約1ヶ月過ぎておりますけれどもね、ありがとうございます。昨日の飲み会で、はい、フルサリーの話になりまして、はい、
で明日仕事休みだから平川君も来ると、うん、はい、じゃあの番組始まる前に、うん、あの LINE してくれないかと、はいはい、サリー誕生日でしたよと、うん、LINE してくれないか、そうしたら俺あの覚えててプレゼント持っていけるからって、うん、あ、いやいや、そしたら案の定、うん、あの1時ぐらいに LINE 来て、うんうん、あ、だったとやっぱり忘れてたからさはいはい、はい、それで準備して行く前にね、うんうん、持ってこれたという、ね、あ、ありがとうございます。はあ、こんなにもう2年ぐらいカズさんとラジオやってるけどサリーの誕生日忘れるんだね、うん、忘れちゃう忘れちゃうその、ね、あのなんていうのかな、うん、サリー綺麗すぎるじゃないですか。いや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 、この綺麗すぎるのにあまり興味がないみたいな昔からどういうか褒めてんのか何なのか分かんないんですけどあの美人すぎると僕のタイプじゃないみたいなんですよそうなんですか。なのでやっぱりサリーにあまり興味が湧かないか興味持ってちょっといやでもあのパートナーとしては最高ですよ本当ですか、この例えば結婚相手とか、うん、女性で考えると、うん、あれなんですよね。あ、違うんですね、だからちょっと僕変わってるかもしれない、うん、綺麗すぎると苦手みたいいやいやいやただ単に興味がないでしょいやいやいや、そんなことないですけどもねいやでもありがとうございます。いやいや、とんでもないです。さあ、ツイキャス、はい、こちらルドルフさん、うん、こんにちは、サリーちゃんの流装美しかったですって、お、ありがとうございます。 Facebookで見てくれたんですかね。かな、朝からなんか行ったやつだよね、うん、バス乗って。あ、そうそうそうです、うん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 、はい、朝ね、この島歌バスというね、あのバスの中で島歌を歌うというなんか、うん、あのあれがあって、それでね演奏しました、うんうん、ありがとうございます。そして、大塚健二さん、はいはい、こんにちは、靴磨き少年のコスプレですかって。で、私、うん靴磨き少年ってこんな感じなの、はい、磨きます。そうそう、一足5000円ぐらいで。こっちいいこと書いてあるよ、サリー、はい、カリンさんがな、うん、こんにちは、サリーさん、横顔も美しいわ羨ましい。いや、ありがとうございます。もうずっと横顔だけ見せておくあ、でも本当に綺麗だからね。いやいやいや、やめてください。この、まあ、いろんな人に言うけどさ、うん、俺サリーみたいな人と会ったことないっていうわけよ。なんでよこんな綺麗な人って絶対性格悪いところある、悪いと思うわけ。今まで会ってきたね、はいはい、僕の綺麗と思った人たちをなんか考えると、うん、やっぱり性格が悪かったりとか、何かこの顔の綺麗さと反比例するやつがあったわけよ、うん、でもサリーはもうどっちもいいからね。いや、そんなことないですよ、まだ見えてないだけかもしれない。なのかなまあ、まあ僕はでもそう思いますけどもね。いやいや、嬉しいです、ありがとうございます、カリンさんが、いや本当に美しいって言ってますからね。ありがとうございます。皆さんもう何も出てこないですよとか言って、モデルになればいいのね。いや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 、でもあの体型が、うん、あの身長もモデルさんにしたら低いし、体型もそんな、うん、ね、私は全然ダメなので。あれじゃない、うん、あの背伸びして歩けばいいんじゃない。あちょっとね、ちょっと背伸びして、詐欺でね、背伸びして大丈夫じゃないかなと思いますけど。いや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 、もう皆さん、うん、あれ褒めすぎです、ありがとうございますはい、はい、そして、うん、こちらカリンさんか、うん、ルドルフさんか、うん、京都ってムカデ出ますね、盆地で湿度が高いからかなって。よく出るんですね、京都は。沖縄もいるよね、ムカデはね。結構この時期とかね、夏に向けて出てきますね、うん、そうね、怖い、怖いね。もう会いたくないな、今年はムカデに。いやいや、俺があの車に乗せとくさ。怖いさあ、メッセージ、カズトシさん、サリーさん、こんにちは。こんにちは。初めてメッセージを送ります、埼玉のコロンチョです。はい、ありがとうございます、コロンチョさん、ね、FM 小沢に遊びに来てもらっておりますけども、はいはい、三振コンクールのため今日から沖縄入りします、うん、本番は明日なので、和俊さん、サリーさんにお土産持って伺わさせていただきます。はい、ありがとうございます、お土産、うん、和俊さんのカンカラーカフェのライブ予約させていただきましたよ。お、ありがとうございます。ではでは、今日もお二人のトーク楽しみにしています、ということで、ありがとうございます、ゴロンチョさん、埼玉からカンカラーカフェに来てくれるんですよ、はい、ありがたいね。何月でしたっけ。7月のね、7日ですね、うん、カンカラーカフェ。あと1ヶ月後ぐらいですね。七夕ですか、7月7日。あ、本当だ、そうだそうだ、ね、いいですね、なんか、ロマンチック。じゃあ七夕って織姫だった。織姫と彦星、彦星ですよね、はい、オッケー、何かライブでやろうかなじゃあいいですね、楽しみ男の子が彦星で、うんうん、女の子が織姫ですね。織姫ね、うんうんうん、なんかじゃあラジオでもコントできたらいいね
まあもう私あれでこあの一件以来心折れてますけどねできればもう何もしたくない状態でできればね今はね言ってるんだよね、はい、まだ感知してないのでね、でもこの間の飲み会で結構酒飲んだでしょ。結構あの時飲みましたね。あれでもあれでだいぶストレス発散できたでしょ。ね、できました。一応はいできました、はい、さあこちら、カーズさん、サリーさん、タロスケさん、 FM 小座のスタッフの皆さん、ハイサイ栃木のマングローブです。ありがとうございます。来週三振の発表会があり、うん、赤田スンドゥンチティンサグの花海の声を弾きます、うん、ティンサグの花はサリーの歌を聞いて研究していて海の声はカーズさんのクンクンシーを研究して弾きたいと思いますよ、ということで。いや、ありがとうございます。発表会、うん、まあ、コンクールとは違う、また発表会とかがあるんだね。あ、そうだね、すごいですね発表。結構あのマングローブさん発表会とかでねよく弾いたりしてますよね、うん、演奏したりね、うんうん、はい、ね、いいですね。明日発表会なんですね。でもそういうのがあるとなんか、うん、やっぱり頑張らないといけないっていうのがあって、うん、やっぱ上達は早いだろうね。そうですよね、気合が入りますよね、うん、これに向けてなんか勉強しようとかね。確かに。さあさあさあ、ルドルフさんが、はい、カズさんはお弟子に優しいですよね、うん、うん、俺ほど優しい師匠といないんじゃないかなと思うよ。まあ確かに優しいです ねカズさんね。この、うん、弟子に何ていうのかな、ここまでするんだっていう、うん、例えばいちいちレコーディングソフトを使って、うん、この弟子のために録音してあげて CD に焼いてあげたりとか、あ、まあ、それ一回で終わったけど、はいはいはい、大変だった、うん、でもねなかなかねCD までこう練習用の作ってあげるっていうのはないですよね。ないですね、うん、すごいです。録音する何かもう iPhone とかで何か録音するのでやってって言ったから、うん、やらな、この人あれなんですよ、ガラケーなんで。ああ、はいはい、ガラケーの方もいるんですね、うん、なのでガチャっていうカセットガラさん、うん、自腹で買わしたからね俺のお金でよ。あ、うん、俺のお金で買って、うんうん、そのはいって渡したけど、うん、やっぱり音が悪いということで、うん、持って帰らなかったけどね、そうなんですね。もう最近なんていうのか、電気屋さんにこうレコーダーってあるじゃないですか、うん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 、結構あれを買って5000円ぐらいで買えるのかな。そうなんだ、うん、レコーダーを買って、うん、それで録音してこう聞く人はいらっしゃいますけどね。あ、だからそういうのがあったらね、うんうん、それだったらカセットじゃないかな、データに入ってるのでね、うんうん、結構いいと思います。そうね、うん、まあ今度の稽古の時に言おうかな、うん、ね、いいと思いますよ、うん、さあ、こちらリスちゃんかな、はい、サリーちゃん、そして男の人、おい名前どい名前どいよサリーちゃん、そして男の人ってお前名前で呼べ、名前でリスちゃん特殊だよね、リスちゃんね。こんにちは、セレブ合コン大好きリスちゃんだよ今日も島唄ラジオバッチリ間に合いました。さあ喋りましょ う, う、ね、お出遅れてるわい男の人ってひどいな。セレブ合コンも行くわけ、うん、セレブなのリスちゃん。あ、さあいいはずよ、ね、さあ、こちらカリンさん、はい、お弟子さんに小遣い1万ベリーとかあげてるのかと。1万ベリー俺はもうだいたいペソだからペソ1万ペソ僕はもうだいたいね、主要なお金は流通お金はペソだから。あ、ペソ使ってるんですか。ペソ使ってるよ。使えるんですねペソ、沖縄でペソ便利ですよ本当ですか、どんな普通のコインとかですか。コイン、まあ、でも僕は札束が多いけどね。かっこいい、だいたいペソで、誰弟子の月謝もペソでもらってるからそうなの。そうそうそう、平川君もペソで払ってるのだいたいこの、なんていうの、お金を返還してきて、はいはいはい、月謝のためにわざわざ、ね、どこでできるんだろうペソは。沖縄市にいっぱいあるよ。あ、そうなんですか。やっぱり米軍基地が近いから、うん、こっちらへんすぐあるんですよ。あ、ドルじゃなくて、まあドルもあるけどペソもあるよそうなんだね、じゃあ言えば、書かれてはないけど言えば言えばくれる。そこまで広げる話かこれ、はい、ではないではないね、うん、オチが見つからずね、うん、いっぱいちゃいますけども、はい、じゃあちょっとお時間まで一曲いきましょうね。はいはい、大工哲郎さんで書生節どうぞ。所詮遺産橋の欄干手を引っ掛けて月の
こりゃ雲が隆起してね、月隠す雲が隆起して月隠す佐野さん。諸星とであまり軽蔑する中で、昔ナポレオンとて元は諸星、こりゃ今の判事さんもね元諸星、今の蝶々さんも元諸星、佐野さん。思ってみよう女心がまことにあらば、絵に描いただるまさんが動き出す、こりゃ枯れた目の木に花が咲く、死んだ魚が泳ぎ出す佐野さん。お届けしているのは大工哲郎さんでね、諸星節という、はい、歌ですね、はい、さあさあさあ、あのメッセージも来ていますよ、じゃあ、よ、お久しぶり、あのクソ野郎です、お久しぶりですね。早速明日から出張です。海外にマジですって、いいですね海外。ポンコツなお二人さんにお土産を買う気もありませんが、気をつけて行ってきます。ではお疲れ様からのアディオスって。海外に行くんだ。海外ウィケンドにハワイっていう飲み屋があったけど、そこじゃないの。あそこのことかな。そうじゃないかな。ハンクソ野郎さんが出張行っても、うん、会社に役立つことやってくれると思うんだよね。あそうですかね。じゃあ頑張ってほしいですけどね、真面目にね。働いてくださいよ、もう、お土産よろしくお願いしますね。よろしくよろしく。はい、さあ、こちらで告知します。7月7日金曜日はですね、私東京でカンカラーカフェというところでライブしますよ。会場が18時、開演が19時30分となっております。料金が2500円です。で7月の9日は神奈川花一善、会場が17時、開演が18時30分、こちらも料金2500円となっておりますので、どうぞ皆さんぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして私今週日曜日ですね、6月11日イオン串川にてライブがありますよ、うん、お昼過ぎですね、2時と4時2回ステージがありますので、石川インターでね今回はライブ演奏しますので、ぜひ皆様無料で見れますので遊びに来てください。よろしくお願いします。何月何日だった？6月11日です。11ね、うん、11空いてたかな、行こうかな。6月11日、ぜひ空いてましたら、11日もう石川インターオール大好きですから。あ本当ですか、ありがとうございます。 いつも、ぜひぜひ。来たことないけどね。行ったことあるよね、俺2、3回見に行ってるよね。一応イオン、あ石川インターの最初のね、最初のワンマン来ていただいて、もうそこからも私はもう終わりました。緊張が緊張して終始、いやいや、でもまた皆さんぜひね11日、イオン串川ということなのでね、遊びに行ってください、はい。さあ、もう本日もねあっという間にお時間になりましたですけども、うん、また来週水曜日、はい、お届けしていきますので、どうぞ皆さん来週もよろしくお願いいたします。2時からですね、うん、よろしくお願いします、はい。この番組は沖縄音楽のことならキャンパスレコードの提供でお送りいたしました、本日のお相手は私松戸和俊とサリーでした。また来週、バイバイ。バイバイ。Chihuahua